はい、どうもこんにちは。僕くんゲームでございます。ということでね、今回もウィリアプレイ2018やっていきたいと思います。今回は、アップデ後2018アップデ後から新しく導入されたループシュートについて解説していきたいと思います。はい、ということで、操作一覧の方にね、一応ループシュート書いてあるんですけど、えー、やり方がまずこれですね。基本の公式のやり方が右側をタップしてゴール方向に弧を描いてフリックすると。 まあね、僕ね、これ最初見て、一回やってみたんですけど、なんか発動しづらかったんですよね。はい。まあこれなんでかっていうと、これね、コントロールシュートと結構似てるんですよ、地味に。指のフリック具合がね。はい。まあコントロールシュートはここ指まっすぐになってるとはいえ、あの、ループシュートも結構まっすぐになりがちというか、なかなかこう描いてやるのも、しかも結構、 なんだろうその絶妙なね、なんか発動できないっていうこと多分あると思うんですよ。アドバンスでやってて。ループシュート。なので今回は、えっと、ループシュートをほぼ確実に出せる方法、まあ、コツですね。だったり、どういう時に使うのかっていうのを解説していきたいと思います。はい。ということでじゃあ早速ね、ループシュート打っていきたいと思います。まずはね、実際に打ってみます。いきます。 はい。ということで、まあ、こんな感じでループシュートを打てましたね。はい。えー、で、さっき言ったように、こう描いてフリックするっていう公式のやり方なんですけど、僕はね、最初ね、こう描いて、あの、フリックすると、なんかこんな感じのが発動、普通のシュート発動しちゃうな、みたいな。自分ではこう描いてやってるつもりなんですけど、なんかね、あれ、実はこんな感じで発動しないみたいなことあるんで、今回まず、自分がおすすめするのが、 英語の U ってあるじゃないですか。まあ、ちょっと画像で出そう、画像というかね、出そうと思うんですけど、えー、その英語の U の逆、ひっくり返した感じの逆の U をえが、えー、自分の中でね、頭の中で描いていただいて、それの感じでフリックすると、ループシュート発動できます。はい。まあ、これね、こう描いてフリックっていうのは本当に公式通りなんですけど、個人的になんかね、自分ではこう描いたつもりがなかなかうまくいってないんで、 で、発動条件として、まあ、逆文字 U を一回タップした後にやってもらえると、えー、ループシュート、基本的に発動することができます。はい。多分ね、ループシュート、なかなか出ないって方いると思います。僕、最初ね、こう描いてフリックあのしたけど、なんかたまに出ないことあったんですよ。なので、まあ、確実にこう描くために U、うん、U、 英語の逆文字の「U」逆「U」をイメージしてもらえると非常に打ちやすくなります。はい、これ結構大事なんで言っておきます。もうねループシュートそんなことあの言わなくても余裕でできるよって方は全然大丈夫なんですけどなかなかあの発動できない方のために一応フリックのね、えー、詳しいやり方っていうのを今回は説明させていただきます。なので「U」ね「U」文字をこう作るように、まあ、こう描いてますねなので。 はい、それをまあ意識してもらえれば発動しやすいと思います。はい、そして、えー、次、ループシュート。どんな時に使うのかっていうお話です。もうね、大体わかると思うんですけど、こうやってキーパーがね、はい、出てきた時に大体使います。こんな感じで。ただね、あのー、なかなか出てこないと思うんですよ。キーパーって。1対1の場面とか以外。で、えっと、今作からね、新しく操作で加わった、こちらの、えー、っと、どれだっけ。 これか。ゴールキーパーの飛び出しね。まあ、これがね、新しく追加されたんで、一応ループシュートもね、採用されたんだと思います。なのでまあ、えー、前作まではキーパーあんま出てこなかったんですけど、今作2018のア,ップ,アップデ後から、こちらキーパー飛び出しもね、あの、あるんで、できればまあ、キーパーが飛び出してきた時にループシュート使うっていう感じです。はい。そんな感じですね。電池がなくなってきたよということで、 えー、あとはですね実用的かどうかのお話なんですけどなかなかねあのーまあ、これコントロールカーブ並みに強いっていうわけじゃないです全然はい、まあ、むしろコントロールカーブシュートコントロールシュートが今作まあ新しく追加されてもいるんですけど、まあ、どっちが強いかっていうとループシュートはねそんなに強くないです正直 なのでまあテクニックとかでね、まあ、見せるところで見せれたらと思うんですけどめちゃくちゃこれで点入るっていうことではないんでそこはもう、えー、個人の判断になってきますねそしてまあループの間合いのことについてなんですけど結構あの近すぎてもダメ遠すぎてもダメなんであのこんぐらいかなやっぱりこうあんまり 密着しすぎないぐらいで打てるのがベストですね。キーということでね、今回は、えっと、ちょっとループシュートについて説明させていただきました。最後ね、ちょっとまとめると、えっと、ループシュートね、なかなか発動しないよって方は、えっと、英語の逆文字の U を意識してもらえれば、えー、結構容易に発動できると思うんで、ぜひやってみてください。右側タップして、逆文字 U。逆文字の U ね。虹を描くような、あの、イメージですね。まあ、半円だったり。 まあそういうのをイメージしてもらえると、今ね、発動してない方は発動できると思います。まあ、公式にも解説してあるんですけど、なんか、こう描いてフリックするって、どっからどうね、こう描くのかっていうのもなかなか難しいと思うんで、まあ、今回、解説できたので良かったと思います。はい。ということで、ね、一応、コントロールシュート、まあ、コントロールカーブについてもね、動画上げてるんで、ぜひね、まだ見てない方はそちらの方もご覧ください。 ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。えー、もしまだチャンネル登録してない方いたらぜひね、左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんでそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。さよならバイバイ。